こんにちは。今日の講義は書籍一芸を極めた最良トレーダーの売買プ日記から読み解く戦略、心理、トレード管理術についてです。この書籍はトレーディングの世界での成功を追求するトレーダーにとって極めて有益な洞察を提供します。特に最良トレーディングの手法と心理、そしてトレード管理の術を実際の日記を通じて学ぶことができます。まずこの書籍の著者ピーター・ブラント氏はトレーディング業界で30年以上の経験を持つベテラントレーダーです。彼は自らの経験から得た教訓をもとに独自のファクタートレーディングプランを開発しました。このプランはトレーディングの成功のための具体的なガイドラインとルールを提供するもので、トレーダー自身の能力を最大限に引き出すことを目指しています。書籍の内容は4つの主要な部分に分かれています。まず第1部ではトレーディングで成功するための基礎としてチャート原理の歴史と理論について詳しく解説しています。ここではチャートの限界やその使用に関するブラント氏の独自の見解が示されています。第2部では成功するトレーディングプランの特徴に焦点を当てています。トレーディングプランの立て方、トレーダーの性格や資金管理、リスク管理などトレーディングにおける重要な要素について深く探求します。第3部ではブラント氏自身の5ヶ月間にわたるトレーディング日記を通じて実際のトレードの経験とその分析を提供しています。これにより理論だけでなく実際の市場でのトレードの実践を通じて得られる洞察も学ぶことができます。最後に第4部では全体を通じての総まとめとしてトレーディングプランの運用成績の分析や成功するトレーダーの特徴について再度考察します。また特に印象的なチャートパターンの例も紹介されています。この書籍の最大の魅力はブラント氏の実際のトレーディング経験とそれを元にした独自のトレーディングプランです。彼の豊富な経験と深い知識は読者にとって非常に価値のある教訓となるでしょう。最良トレーディングは多くのトレーダーにとって挑戦的なアプローチかもしれませんが、ブラント氏のこの書籍はその難しさを乗り越えるための具体的な手法と心理を提供しています。トレーディングにおける成功は容易なことではありませんが、適切な知識、スキル、そしてマインドセットを持つことでそれを実現することが可能です。この書籍はトレーディングの世界で成功を追求する人々にとってまさに宝のような存在となるでしょう。特に最良トレーディングの方法論と心理学的側面の結びつきに焦点を当てている点は非常に価値があります。最良トレーディングは機械的なシステムトレーディングとは異なり、トレーダー自身の判断と経験が求められる手法です。この書籍は最良トレーディングにおける成功の秘訣を実践的な観点から解説しています。またブラント氏が30年以上にわたって蓄積してきた実践的な知識と経験は読者に対して実際の市場でのトレーディングにおける洞察と自信を与えるでしょう。彼のトレーディング日記を通じて読者は市場の動きに対する深い理解と認識を得ることができます。さらにこの書籍はトレーディングプランの設計と実行における多くの側面をカバーしています。トレーダーの性格、リスク管理、資金管理などトレーディング成功のために必要な要素についての具体的なアドバイスとガイダンスが提供されています。これにより読者は自身のトレーディングスキルを向上させるための具体的なステップを踏むことができるでしょう。さらに書籍内で詳細に解説されているチャートパターンは市場分析の鍵となる要素です。これらのパターンを理解し効果的に活用することでトレーダーは市場の動きをより正確に予測し適切なトレードのタイミングを見極める能力を身につけることができます。ブラント氏のトレーディング哲学と心理学的なアプローチは読者にとって非常に魅力的な視点を提供しています。トレーディングは単なる数値やデータだけでなく、トレーダー自身の心の状態や感情も大きく影響します。この書籍はトレーディングにおける心の側面を深く掘り下げ、トレーダーが自分自身との対話を通じて成長するための手助けをしてくれるでしょう。このように本書は最良トレーディングの全体的な理解を深め、実践的なスキルと知識を身につけるための貴重なリソースとなることでしょう。読者はブラント氏の経験と知識を通じて自身のトレーディングスキルを向上させ、
市場での成功を追求する新しい視点と自信を得ることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康で美しい体があってこそ、精神的にも安定し、日々の活動を充実させることができるからです。トレーディングで成功を収めるためには、心身ともに健康であることが不可欠です。そこで、ライザップが提供する結果にコミットのプライベートジムと、ライザップウーマンは、そのニーズに応えるために特化したサービスを提供しています。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを含むトータルなサポートを提供します。1日50分、週に2回の無理のないトレーニングで、無条件全額返金保証も備えています。完全個室のプライベートな空間でトレーニングを受けられるため、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。また、無理な食事制限なしで健康的に痩せることができるため、リバウンドの心配もありません。一方、ライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供しており、自分の理想とする美しい体型にコミットするためのサポートを提供します。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチも含むオリジナルのトレーニングメニューを提供し、食事管理においても低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮したアドバイスを行います。さらに、美容マシンや美肌に導く手術も提供されるため、全身の美しさを追求することができます。これらのサービスは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化した需要に応えるものであり、トレーディングと同様に健康的な生活を送るための重要なツールとなります。トレーダーが成功するためには、心身ともに健康であることが不可欠です。ライザップが提供するサービスを利用することで、トレーダーはトレードの成果を最大限に引き出すことができるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。